ジャンです、今回2024年夏の補強候補、個人考察リストその3っていうところで喋、っていきたいと思います。はい、前回ね、左サイドバックの補強っていうところで喋っていったんですけど、今回はね、まあセンターバックのところ、まあプラン1でグラッサ選手のね怪我、まああってほしくはないけど移籍に備えての即戦力のセンターバックの補強というところで、何人かね候補考察してリストアップしてみました。はい、センターバックっていうところで、まあ高さパワースピードがある選手で、足元がうまくてねロングボールが蹴れる選手、まあビルドアップがねうまいっていうところ、あと空中戦に負けない、これは絶対かなっていう、まあ結構ジュビロセットプレーでやられるっていうことがねあるんで、空中戦強いのはもうマストかなっていう、そんな中で考えて考察してみました。はい、1人目、この選手1回目補強考察動画でもね上げさせてもらったんですけど、流通経済大学の根本選手、184センチで左利きで、得点もできる左利きのセンターバックっていうところで、まあ、空中戦が強くてね、攻守に頼りになる、もうセットプレーのポジショニングもいつもいいところにいるなっていう印象で、大学生ながら日本 A 代表に招集経験あって、でこの選手10チームぐらいからなんかもうオファーあるみたいで、まあ、争奪戦必須で、7月中には決めるっていうふうに本人はコメントしてるみたいで、まあ、ジュビロがねオファーしてるかわからないけど、オファーしてるんだったら選んでほしいなっていう選手ですね。はい、2人目、大分トリニータの安藤選手っていうところで、この選手はリスナーさんの方がコメントくれて、まあ、どんな選手かなって見たところ、すごく良さそうな選手だったんで、ね、今回、候補の方のリストアップに上げさせてもらいました。身長がね190センチで、まあ右利きなんだけど、まあ今シーズン21試合、まあちょっと動画作ってる時点では21試合、まあもう22とかなってるかもしれないけど、まあほぼほぼチームではまあスタメンで出てる選手で、高身長で対人、まあ動画とか見てるとカバーリングがすごい上手いかなっていうような印象で、まあカバーリング能力が高いセンターバックで、キックも上手くて PK を任されることもあるっていうことで、まあロングボールも蹴れてビルドアップも丸、まあ岩田に結構ぴったりハマりそうな選手、まあジュビロでロングボール蹴れるセンターバック、まあ全員蹴れるんだろうけど、グラッサ選手が結構うまくロングボール蹴ってるなって印象なんですけど、まあ他の選手はあんまロングボール蹴ってない印象なんで、まあ安藤選手入ったら、まあ安藤選手からテイショット選手だったりジャーメイン選手にねロングボールうまく蹴ったりすれば、うん、結構ハマりそうな選手かなっていうところでリストアップしてみました。はい、次、町田ゼルビアの、池田ジュラト選手、186センチの左利きっていうところでまずリストアップしてみましたけど、まあこの選手今シーズンはねまだ4試合っていうところで、まあ町田というと、まあ益子庄司選手だったりドレセビッチ選手だったかな、うん、結構センターバックの壁は厚いのかなっていうところで、まあ、出れてないみたいですけど、ただ町田も怪我人がね多いみたいなんで、まあ、手放すことはしないかなっていうか、まあ、獲得は難しいかなっていうところではあるんですけど、良さそうな選手だったんで、まあ、リストアップしてみました。まあ、長身で、まあ、左利きっていうところで、まあ、縦パスへの対応がすごいいい選手だなっていう印象で、
ハイボールのね、競り合いも強くて、で、左足でね、サイドに強いパス出して、ビルドアップできるのもいいかなっていう、そんな選手です。はい。次、サガン鳥栖の木村誠二選手。まあ、この選手は、取るの難しいだろうなとは、もう、分かった上で、まあ、あげたんですけど、取れたらでかいなっていう、そういうところで、まあ、身長186センチの、まあ、右利きで、今シーズン10試合、まあ、代表、アンダーのね、代表があったりとかしたんで、抜けてたりしてるんでね、試合数は、まあ、10試合っていうふうにはなってるんですけど、まあ、パリ五輪候補の一人。で、対人守備、空中戦、ビルドアップ能力の、ディフェンス能力を高く兼ね備えてる選手っていうところで、まあ、なんだろう、ディフェンス能力に必要なところをハイレベルに、まあ、能力備わってるっていう、まあ、バランスいいっていうかな。で、この選手は、まあ、FC 東京のユースに、で、まあ、もともと FC 東京にいた選手で、平川選手とも ユース時代ね、同じチームで、で、あと、アンダーの代表で、鈴木海人選手とも一緒にね、やってたりして、まあ、ジュビロにはすぐ、チームに馴染めそうかなっていうところ、まあ、ただ、トスは手放さないかもなっていう、ただ取ってくれたらでかいなっていうところで、リストアップしてみました。はい、最後、ブネイ・サフニン FC っていう、まあ、ここイスラエルのチームだったかな、なんか噂がね、すごい出てる選手で、ハッサンヒロって発音合ってるのか分かんないけど、まあ、188センチの右利きで、噂のイスラエル人のセンターバックですね。ほんと、なんかもう現地報道だともう契約合意みたいな、そんな風に書いてありましたけど、まあ気になったんで調べて、動画、プレイ動画もね、好プレイ集見て、どんな印象だったかっていうのを書いてみました。足が長くてボールダッシュがうまい。あとロングボールでの攻撃にも貢献してて、カバーリングも優秀で、アンダー18のイスラエル代表経験があって、チームではゲームキャプテンを務めてるっていうところで、で、動画見た印象だと本当に足が長くて、そこからボールダッシュしてカウンターにつなげる、もうボール取って刈り取ったら自分で駆け上がって、まあ、カウンターにつなげてるようなね、そんなプレーが結構あって、まあ、好プレー集なんでね、すごいいいプレーばっかなんで、すごい印象はいいんですけど、まあ、1試合通じてのプレーがどうかなっていうのは気になる選手ですね。ただ身長188で、空中戦もね、確かに強そうだなっていう、そんな印象でした。で、この選手来るってなると、ちょっと外国人国籍の枠がね、まあ、今、すでに5人、ブラジル人が5人いて、パクセギ選手って日本国籍扱いなのか、そこがちょっと自分分からなくて、韓国国籍なのか、ちょっとどっちなのかが、はっきり分かってない。っていう、なんでハッサンヒロ選手来ちゃうと、もう外国人国籍枠がだいぶ溢れるなっていう、そんな感じですけど、まだね、公式で決定出てないんで、どうなるかっていうところですけど、はい、最後ね、まあセンターバックのところ、最後に紹介したハッサンヒロ選手と、一番最初にね、紹介した大学生の根本選手。この二人をはめた場合、個人的に鈴木海人選手と
森岡陸選手結構いいコンビだなと思ってるんで、グラスタ選手の相方っていう意味で、うん、まあハッサンヒロ選手だったり、まあ、根本選手来るんだったら根本選手左だよなとも思いつつ、うん、もうセンターバックはねもうターンオーバー全然できちゃうような層になるのかなっていう、まあこの2人来たら大きいけどどうかなっていうところで、楽しみにね今後の移籍の方も注目していきたいと思います。はい、今回ねセンターバックの個人考察リストっていうところで喋ってきたんですけど、まあ今動画撮ってるのが7月1日で、7月8日からね、登録できるようになって、まあ最短でも7月14の試合からかな。何戦になるんだ、7月14っていうと京都戦が20日だったから、湘南戦だったかな、あ川崎戦が6日だもんで、あ湘南戦だね、7月14日の湘南戦から最短で出れる。まあちょっと合流してすぐだとねちょっと不安、その馴染みチームに馴染むまでの、まあ、戦術だったり部分のところで不安はあるけど、まあどんな補強をするのかもしくはしないのかちょっとわからないですけど、また楽しみにしていきたいと思います。また良ければね見てみてもらえればと思うんですけど、次は、浦和戦のね振り返りの試合喋っていきたいと思うんで、また良ければ見てください。それじゃあまたね、バイバイ。